はい、どうも、ゆいみーです。本日はドドコイ続きからやっていこうと思います。前回はね、この二階堂くんがここまで解像度が上がったところで終わりましたね。ではやっていきましょう。はい、これだね、休日だ。何をしようかな。4月。まだ4月だからね。あと3ヶ月以内だから、7月ぐらいまで多分あるはずなんだよ。休日だ。何をしようかな。はい。お、あー、これで色でね、多分ルートが変わってくるんだよね。やっぱ私最初は王道にやっぱ二階堂くんから行こうと思うんで、この赤からやっていこう。はい、買い物をする。ショッピングモールまで来てみたけど広すぎて迷っちゃいそう。いいね、いいショッピングモール。え、めっちゃ行きてえこういうの。ん、あの赤い人は来た。いやいい、なんかちょっとずつ解像度上がって、これはね親密になったってことだからね。あ、二階堂くんだ。ショッピングモールにいるなんて意外かも。こんな奇妙な建築物に用はない。屋敷のクソ厳重な警備を抜け出して偶然ここにたどり着いただけだ。絶対嘘でしょ。そんな厳重なところ抜け出してまでここに来る意味は何だ。クソ厳重な警備を抜け出してきたの。張り巡らされた赤外線を回避して召使いたちの追跡をかいくぐってきた。ザコどもが。すごい中二病をこじらせた人みたい。二階堂くんちのセキュリティやば。ところで二階堂くん、お、なんだ、ちょっとセーブしようとりあえず。はい、あー、あそこに誰かいるぞ。何か困っていることはない？いやー、ちょっとどうしようこれ。え、どっちでも好感度上がんのかな。でもこっちなんかおちょくってる感があって二階堂くん怒りそうな感じするから、こっちで行こう。こういう場所来たことないでしょ。私でよかったら力になるよ。くっ、背に腹は変えられない。何何？買い方がわからない。何か欲しいの？あ、アイスクリーム。うわ、きたー、こういう人がね、こういうものを欲しがるっていうギャップだね。これはギャップ萌え。いや好きだわ。わら、なんだその笑い方は。こうして二階堂くんとアイスを食べた。え、普通にデートじゃん。デートしちゃってんじゃん。ちょっとラッキーだったかも。これ私は好きなのかな、もう二階堂くんのこと。転校から半月、もうこのままでもういいやなんて思い始めてきた。ちょっと慣れちゃってるじゃん。なるようにしかならないよね。海の沢ちゃんがもうすっかり馴染んでるこの世界に。はい、次の授業は英語か。先週の小テストが返ってくるかな。いやこれね、こっから始まったんだよね。うん、はい、授業を始めます。この前の小テストを返しますよ。ざわざわ。まずは海の沢さん。はい、うん、よく頑張りました。91点やったー。え、すげー、91。ちょっと英語の小テストで91、すげーな私。はい、え、他のキャラのは見れないの？あ、見れない。はい、それじゃあ今日の授業終わります。次は中間テストですよ。ファイトです。ガヤガヤ。英語のテスト高得点が取れてよかったな。うん、めっちゃ高得点すぎる。みんなどうだったんだろう。あ、ここで聞くわけね。あ、あそこにいるのは。なんか四角とドットが並んでると違和感しかないな。青木くん、二階堂くん、英語のテストどうだった？え、94。二階堂くん3点私より上だ。さらにすごかった。さすがだね。すごい、さすがだ。こいつは100点。青木くんが、待てん、青木くんが、ちょっと声が大きいよ海の沢さん。一番大きいのはお前だ。ごめん、僕はこのくらいしかできないからさ。青木くんってどういうキャラだったっけ。ちょっとキャラが忘れてるんだけど。私、十分だろ。くだらない謙遜はやめろ。うんうん、立派だよ。ありがとう。どういうこと。点々がついてるからすごい力強く読んでみたんだけど絶対違うよね、読み方。うるさ。優しいな。うん、二階堂くんもねすごい普通に優しいよね。いい点数を取れたけどまだ油断できないよね。帰ったら勉強しようかな。あの点数で満足しない海の沢さん、ちょっと絶対私じゃない。うん、あそこにいるのは。あ、また二人だ。右見て左見てもう一度右を見て、念のために上と下も見て手を上げて渡るんだ。やめて。右を見て左見てもう一度右を見て上と下を見て手を上げて渡る。できた。待って、二階堂くんかわいい。素直に純粋に受け止めてるじゃん。青木くんと二階堂くん何してるの？海の沢。
やあ皆沢さん、聞いてくれよ。横断歩道を渡ったことのない二階堂くんに正しい渡り方を教えているんだ。悪いかよ、横断歩道渡ったことない人っているの本当に。いや大事なことな、いや大事なことだよ。でも上と下は見なくてもいいかも。なぜだ。いや念のために上は見た方がいいと思う。鳥の糞が落ちてくるかもしれないだろう。まあまあ念のためだね。それはなんだと。なんて危険極まりない。鳥の糞が落ちてきたことがあるのかな。あるんだろうね過去に。私もね目の前にね自転車漕いでたらカラスの糞が落ちたことがあってマジで危なっていう経験はありましたね。来月は中間テスト、勉強は頑張りたいけど呪いが気がかりだな。え、なんかあったの呪い。4月最後の学校、気合い入れ、あ、じゃあ次もう5月になるんだ。あ、ちょっと選択肢も来ちゃったし、はい、軽く予習しよう。その前にトイレ行こう。次の授業はなんだっけ。はい、私は迷わず二階堂くんルートで。次の授業ってなんだっけ、誰かに聞いちゃおう。お、おでこに1万円か。これは1万円を貼り付けてる。二階堂くん、次の授業ってあれ。ん、なんだよ。二階堂くん、頭にお金ついてるよ。あ、本当だ。気づかないのそれ。え、どういう状況本当に。ラッキーもらっちゃおう、大事にしまっときなよ。うわー、ちょっと一回おちょくってみる。ラッキーもらっちゃ、いやでもちょっと、うん、大事にしまっときなよにしとこう。なんでついてたの。なぜか知らないがよくついているんだ。あー、うっとうしい。どういう状況だよ。多分二階堂くんのお金でしょ、大事にしまっときなよ。俺は財布なんて持ち歩いていない。ポケットは落とすかもしれないし、私のポーチ貸すからそれに入れて持って帰ってね。わかった、悪いな、ポーチは明日洗って返す。すごい、これいいんじゃない、好感度上がるんじゃない。洗わなくてもいいよ。お、いい感じいい感じ。放課後どうしようかな。お、よし、一緒に帰る。確か黄色の人ってナルシの人か、ナルシストの人だ。じゃあ、はい、寄り道、少し寄り道していこう。お、またなんかこういう感じのところに。今日は暖かいな。商店街か、商店街、ちょっと出てこなかった。コンビニでアイス買っちゃおうかな。うん、あそこにいるのは、あ、あ、あ、わかってる、階層さんが上がってる。嬉しい、わあ、二階堂くんの好感度が上がってる。なんとなく姿が分かってきたな。でも、いいじゃんいいじゃん、ちょっとずつだけど。ショッピングモール、こことは反対側の駅方面だ。親切にありがとうね。別に当たり前のことをしただけ。あ、目がちょっとこっちに。すごい、わかるわかる。わあ、二階堂くんがお年寄りに道を教えてる。あ、海の沢。なんだよ。ちょっとこれは嬉しい、すごい進歩だ。優しいね、クラスのみんなに教えなくちゃ。優しいね、優しいね、二階堂くん立派だよ。こんなことでいちいち騒ぐなよ。あの感じ学校でも見てみたいな。二階堂くんと仲良くなりたいって思ってる人たくさんいるだろうし。誰が思っているんだ。あ、これ驚いてるのかな。わ、私の勝手な想像。お、驚かせるなよ。友達欲しいのかな。なろう友達に。まずはお友達からだよ。転校から1ヶ月変な呪いにかけられて密度が濃かったような、散々だったような。とにかくこの呪いはどうにかしてもらわないと。でもいいじゃん、二階堂くん上がってきてるんだから。これは夢。あ、またあのパンダ、パンダじゃない、パンダ、なんだったっけ、前にも見たことある気がする。海様、海様、誰。あ、タヌキだ。パンダじゃない、ごめん、ご無沙汰しております。タヌキどこ行ってたの。っていうか何しに来たの。長いこと留守にしてしまって申し訳ありません。いや、それはいいよ。その前にこのわけわからない呪いを。そうそう、今回来たのはそのおまじないの件なのです。殿方とはどうですか。資格には慣れてきたってとこかな。むむ、それはいけませんね。そうなの。この私めにお任せください。ただのタヌキですが相性占いくらいはできます。占いか、ささ遠慮なくどうぞ。お、ここでも来るんだ。はい、じゃあ二階堂のことを聞く。二階堂くんのことなんだけど、二階堂正宗様と海様の相性は。二
良好でございます。そりゃそうよね。だって一番解像度上がってるもんね。やった、このまま順調にいけばバッチリですよ。彼は普通に接してほしいようです。あ、やっぱりそうなんだ。あんなおちょくったら絶対ダメだったんだよね。性格的にやっぱそうなんだ。ありのままのを受け入れるのが一番です。そっか、ありがとう。他にはございますか。ささ、遠慮なくどうぞ。ちょっと他のことも聞きたいけど、今回はじゃあいいや。はい、もう大丈夫。かしこまりました。お役に立てて光栄でございます。あ、それとこの呪いを。それではより良い高校生活をお送りくださいませ。あ、ちょっとドロン、行っちゃった。あれなかったね、ペヘ、テヘポコか、テヘポコ新しいやつ。今日から5月、切り替えていこう。お、いいよ。二度寝する。はい、二度寝しよう。あ、間違えた。ちょ、こっち消そう。はい、二度寝する。はい、お、二度寝したけど、よく寝たおかげで授業中は眠くならなかった。さてと、昼休みだ。おー、いや、なんかこっちの方が違和感持っちゃってる私視覚の方がなんかね、もう慣れてきちゃってるもん。シェ、クリア。二階堂くん、なんだよ、そんなに真剣にスマホ見て何してるの。ただのゲームだ、ほら。それってガチャピソが無料でガチャ回させてくれる。ガチャピソ、ちょ、なんだ、二階堂くんもやってるんだ。大衆語録がどういうものか調べているだけだ。でも結構ハマってるんじゃない。シャクリアーって言ってたからね。10億くらい課金してたりして桁違い。おい、知らないのか、未成年は保護者の同意をもらってくださいって書いてあるだろう。そっか、真面目だな二階堂くん。そういうとこもいいよ。律儀に守ってたの。フレンドになろう。あ、これはフレンドになろうがいいね。実は私もやってるんだ。よかったらフレンドになろうよ。お友達が欲しい二階堂くんだからね。本当か。フレンド一人もいなかったんだ。え、かわいい。一人もそれは寂しいね。私のフレンド ID は8091780。よし、完了。俺のフレンド意思が弱いからって外すなよ。きっと未来で後悔するからな。外さないよ。フレンドか、すごく喜んでもらえたみたい。え、純粋に私マジで二階堂くん好きなんだけど、放課後は寄り道していこうかな。え、性格がすごい、もういいよね。私こういう子好きだもん。公園行く、ゲームセンター行く、まっすぐ帰ろう。私このバカな人だよね、これ。公園行く、ちょっとこの人と話したい。この公園へ、この公園なんだか落ち着くな。あれ、あそこにいるのは源くん。あ、解像度上がってる、源くん。なんでここ目が黒いんだろう。え、もしかして源くん好感度上がったんだ。何これ、海の沢か。よっす、いつ上がったっけ。その眼鏡はどうしたの。なんか遠くが見えねえなと思ったら目悪くなってたんだ。あ、眼鏡かけてんだ。ゲームのやりすぎだってよ。すごい、眼鏡は真っ黒になるんだね、目のところが。ダサい。ダサい。別好感度上げなくていいもんね。そのフレームはダサい。ダセえ。これをかけると IQ が高くなるって歌い文句だったんだぜ。それ騙されてるよ。おう、ノーおう、ノーの綴りすげえな。どんなデザインかわからないけどね。なんかあれだよね、多分、なんだろう、マスクみたいな、アイマスク、なん、ドロンジョ様とか、ヤッターマンのドロンジョ様みたいな感じのつけてんのかな。明日は体育祭か、楽しみだ。お、一大イベントじゃん。おお、私たちは全力を尽くすことを誓います。ついに体育祭が始まった。初めての学校行事だし目いっぱい楽しもう。あ、来た来た、今回初の村中、なんだったっけ名前、村中ちゃん。海、今日は頑張ろうね。目指すは優勝だよ、もちろんまだ青木くん資格か。よし、頑張るぞ。お、なんだ、あれ、どうしたの。二階堂くんは運動が得意じゃないんだって。昨日からずっとこの調子だよ。うるさいな、意外、なんか得意そう。ははははあ、外してる。やっぱあれはやっぱつけてたんだね。よっす、源くんとるいくん2人とも気合入ってるね。この髪の毛なんだろうね、ピョンってなってんの。学校中の注目を浴びるチャンスだから。
困ったな、また人気出ちゃうな。イエーイイエーイはわざわざ英語にしなくても。お、借り物競争、ついに私の出番だ。難しいお題が来ませんように。1についてよーい。これはなんか好きな人とか来るんじゃないの。パーン。私の借り物はイケメン。あ、誰を連れて行こう。なるほどなるほど、その選択肢ね。はい、やばい、もうセーブデータ、これラストじゃない。はい、二階堂組んでいこう。あ、翔子もあるじゃん、ちょっと翔子も見たいけど。はい、二階堂くん、私と一緒に来て。なんだよ、いいから。あ、ああ、やった、1位だよ。ぜ、は、ぜ、は、運動苦手だね、本当に。いきなり走らせてごめん。まあ、1位が取れてよかったな。なんで俺を借りたんだ。イケメンって書いてあったから、二階堂くんがぴったりだと思って。は？くだらないな、まったく。お、照れてんじゃないこれ。ちょっと照れてる？お、いい感じ、距離詰めれた気がする。向こうの方で人だかりができてるみたい。有名人でも来てるのかな。あ、誰か出てくる。お、あ、斉藤くん人気だもんね、この子。いや、参った参った。はあ、何があったの。すごい歓声だったけど、接触する機会のない下級生や先輩方がこのチャンスを逃すまいと俺たちに押しかけてきちゃって。ああ、なるほど。ああ、疲れた。二階堂くんも実は嬉しかったりして。なわけあるか、目立ちたくないんだよ、めんどくさい。おいおい、車に構えた主人公みたいなこと言うなよ二階堂。そんなことばっかり言ってると可愛い小鳥ちゃんたちが逃げちゃうぜ。は？あ、はい。弱いな斉藤くん。今時小鳥ちゃんって。お、お、源くん、青木くん、クラス対抗リレー頑張ってね。次気になる、この源くん攻略しようかな次は。ああ、クラスの代表として選ばれたからには命に代えても勝利を手にしてみせるよ。そこまでは求めてないかな。源くん、靴ひもをきちんと結んだかい。お、結んだし、グルーガンでくっつけ。やばいやばい、そこまでしたらもう取れなくなる。なんでくっつけちゃったの。そうだよ源くん、瞬間接着剤の方がいいと思うよ。僕は二度と取れなくなっちゃうよ。1について、よーい、パーン。女子から男子にバトンが渡った。うちのクラスは3位。おお、四角が高速で過ぎ去っていった。青木くん頑張って。やった、2位まで来た。次はアンカーの源くんだ。はは、早い、頼んだよ源くん。いけー源、いいとこ見せろ。めっちゃ早い、トップだよ。このまま独走だ。は、転んだ、転んじゃった。どんどん抜かされていくよ。源くん起き上がった。1位との差は縮まっていくけど残念、2位か。いやー、でもでも転んだのに2位はすごい。体育祭は無事終了、みんなの頑張りのおかげで白組が優勝。やったね。おー、よかったじゃん、優勝もできたし。初めての学校行事楽しかったな。疲れたからもう寝よう、おやすみなさい。今日は休日、何をしようかな。お、え、あれ上がってないかな、二階堂くんの好感度。いつ来てもお店がいっぱいだな、目移りしちゃってなかなか決められない。あ、あそこにいるのは、あ、いや変わってないか、服が違うのか。二階堂くん、こんにちは。ん？なんだ、海の沢か。今日もお忍びで来てるの。お忍びってな。お前こそ何しに来たんだ。特に決まってないんだけど、二階堂くんのおすすめは。おすすめだと？何でもいいよ、食べ物でも。クレープだ。スイーツ系男子だな二階堂くん。いや好きだ。クレープ？なんだと、なんだと？はい、一緒に、なんだとって、これどういう感情？受ける、受けるダメだね絶対に。一緒に食べに行こうよ。はい。どこにあるの？一緒に食べに行こうよ。どうしてもって言うなら、別に行ってやっても。じゃあ行こう。あ、おい。ふう、美味しかった。だろ？柿の種ミント味のクレープ。それは全然美味しそうじゃないな。最初は正気かよって思ったけど、すごい美味しかった。二階堂くんと一緒に食べられてよかったな。は？何言ってるんだお前。照れてる照れてる。お、いいいいいい、
普通にデートもう2回目のデートしちゃった。この生活にもだいぶ慣れてきちゃった。3ヶ月を過ぎたらどうなるんだっけ。知りたいような知りたくないような。どうなっちゃうんだろう。5月も後半か。早いな。そういうことだから。お、はい。じゃあ、ラストのセーブだこれ。多分ブラブラしに行く。視聴覚室はこっちの方だったっけ。いい加減覚えないとな。ん、音楽室からピアノの音楽が聞こえてくる。え、ちょっと覗いてみようかな。まさかのハイスペック。うわちょっと待って、フルで、あ、違う、あ、フルってそういうことね。ちょっと待って、いや、いいよ座れてないけどね。ピアノ弾いてる、かっこいい。二階堂くんがピアノ。優しい音色で聞き入っちゃうな。すごい弾いてんだ。あ、ごめん、盗み聞きするつもりはなかったの。いいけど別に。ちょっと本当の解像度で見たい、今のスチルを。二階堂くんすごい。そんなことより教室戻りなよ。これはもう一から戻って、いや、もういいか、ここら辺から戻っていいな。うん、ここから上書きしよう。そんなことより二階堂くんすごい。うん、素直に褒めよう。二階堂くんピアニストみたい。それは言い過ぎだ。このくらい練習すれば誰にでもできる。いや、そんなことないよ。それに感情がこもってたというか、弾いている姿も縁になってたし、なんて。なんだそれ、お世辞にならやめろよ。違うよ、本当に本当にすごかったんだよ。わかったよ。海の沢ありがとな。あ、赤くなってる。嬉しい、伝わった。これ絶対次も解像度上がってるんじゃない。明日はついに中間テストだ。もうできることは全てやった。おやすみなさい。はい。ちょっと待って、次じゃあちょっと二階堂くん出たところで終わろう。はい、終了です。解答用紙を集めます。はあ、やっと終わった。あっという間のテスト期間だったな。結果はどうあれ午前中で終わるのは嬉しい。解像度まだ上がってないか。青木くん、二階堂くん、やあ海野沢さん、よかったら一緒に帰らない。ごめん、僕は用事があるんだ。そっか、残念。さっさと行くぞ海野沢。いいよ、もう普通に一緒に帰ってる。やっとテスト期間が終わったね。そうだな。あれ、二階堂くんは嬉しくないの。別に全然。一息ついたらやりたいこととかさ、何かないの。自転車だな。自転車、もしかしてロードバイクとか。は、違うの。その練習、自転車乗れないの、まさか補助輪ボタンまさかの三輪車だった。今に見てろ、あんな単純な鉄の塊自由自在に乗りこなしてやるからな。頑張れ二階堂くん可愛い、本当二階堂くん。この呪いは6月までにどうかしないといけないんだ。6月までなんだ。じゃあもう終わるってこと。学校が充実してるから気にならなくなってきたな。スマホに通知が来てる。二階堂くんからのスタンプだなんだこれ、んぎゃんんぎゃんってスタンプ。いいよ、ありがとう資格の時。二階堂くんから外出のお誘いが来ちゃった。楽しみだな。で、これって二階堂くんと二人きり。男の子と二人でお出かけなんて初めてかも。緊張してても仕方ない、早く寝て明日に備えよう。これもうすぐ終わるってことだよね。待ち合わせはここでいいんだよね。二階堂くんまだかな。二階堂くん、これデートなんだけど、今回ここまでにしようかな。はい、セーブで、じゃあとりあえずここでにセーブしとこう。じゃあめちゃくちゃいいところなんですけど、今回ここまでにしようと思います。いやね、解像度は1上がってね、今ここまでに上ったんでね、また次、最終回でね、どうなるのか、イケメンの姿を見れるのか見れないのか、まあ見れるんだろうけど見るんですけども、はい、じゃあやって、またね次回続きやっていこうと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価ボタンなどお願いします。ではまたねー。